茶色モズツグミは2017年現在においてはモズヒタキカに分類される鳥類の一種。インドネシアのパプア州、西パプア州、パプアニューギニア、オーストラリア北部に分布し、亜熱帯、熱帯域の低湿地林や熱帯の湿潤山林に見られる。ピトフー遺族の毒性の研究から本種においても2標本を用いて調査が行われた。結果、 そのうちの一体和からは中央、南アメリカ産の吹き上がえる属毒ガエルの分泌物に見られるバトラコトキシンに類似した構造を有する物質が見つかった。発見当初はサメビタキ族マシケーパ族に記載された。学者によってはピニロウルスツ族に分類することもある。ニューギニア産茶色モズツグミの遺伝子調査から一つ以上の種から構成される可能性を示唆する。 高いレベルの遺伝的隔離が見つかった。少なくとも八つの独立した系統群が存在し別種に分類される可能性を秘めている。今後の研究により本種は複数の新種に再分類されるかもしれない。2017年現在20の亜種に分類される。ありがとうございます。